皆さんこんにちは、あずきニットです。前回ご紹介いたしました三角ショール、いかがだったでしょうか。今回もこの100円の糸を使いまして続きを編んでみたいと思います。前回の模様こんな感じの模様でした。18段一模様で、この繰り返しになります。ここまでの編み方についてはあずきニットの優しく編める三角ショールでご紹介させていただいております。皆さんご視聴ありがとうございます。では本日続きをご紹介したいと思います。今の1段目にですね、また例のごとく印をつけておりまして、そこから段数何段編んだかなっていうのを確かめているところです。14段ありました。でここでどんどん長くなってしまいますので輪針に変更しようかなと思い、13号の60センチの輪針に変えてみようと思います。まず同じように前から滑って外しガーター編みをしていきます。表編みです。そうしましたら、最後の部分で、増し目をしてきたと思います。皆さん覚えてるでしょうか。ここでですね、右にねじる方法で今回は編んでみました。こんな感じで編んでみました。奇数段のみで増し目をしてきております。で16段目と、18段目で表編みをしてガーターっていう風にした模様になります。そして角のところに来ました。角のところに来ましたら、いつもここ増やしてたと思うんですけれど、ここは増やさないで、一目増やすのをしないで普通に表目を編みましょう。そしてそのままひっくり返します。ここが、三角形の角の部分になりますので、印なんかをつけるとちょっと目安になっていいかもしれないと思います。これはですね、下から数えて6模様目のここで、角にしましたよっていうところなんですけど、皆さんの好きなところでね、角にしていただければいいかなと思います。でここは18段目ですので表編みになります。表編みをすることで、ガーター編みになっていきます。少しアイロンかけてみると落ち着いてきましたので、はい、この後減らしに入っていこうと思います。6模様目が終わりまして、ここから7模様目になるんですけど、減らしの模様として1段目というふうにカウントしてご説明させていただこうと思います。減らしの1模様目になります。ここにいつもと同じように1段目、模様の1段目になりますので、ここに印をつけていきます。こうすることで、模様の中で何段編んだのかなっていうのを確認できると思いますので、ぜひ参考になさってください。こんな感じで6模様編んできましたところで角にしてます。で最後ここ減らし目ですね。簡単です。一緒に編んだだけです。2目を一緒に編みました。左上2目一度になります。裏側は何もせずただの裏目で編んで、前回の動画見た方は分かるとは思うんですけれども、裏の方で減目とか増減とかはしませんので、裏の方は気軽に裏目を編んだり、18段と16段目は表目を編んだりっていう感じで、このリングから左側は必ず表目を編んできました。しまして次の段に来ました。前から滑って外し表目を編んでいきます。減らし目の段からの3段目になります。ここも普通に表編みを編んでいきます。ベテランさんなんかはね、ここの動画だけ見てもわかるかもしれませんね。で最後にここで左上2目一度をして、減目をしていきました。奇数段で増やしてきましたので、奇数段で減目すると同じような、角度というかになっていくのかなって思って考えていました。
で、こんな感じで同じ要領で続けて減らしていきました。カーターの部分も今までと同じく、最初の目は前から滑って外し、表目を編んでいきます。そうしまして、ここは弦目開始から6模様目の奇数段を編んでます。13段目です。同じように左上2目一度を編んでみました。こんな風にね、目数数えていくと、今何段編んでるかなーなんていうのが分かるかと思います。14段目はガーターではありませんので、普通に裏目を編んでいきます。印までのところが裏目になります。印から向こうは表編みとしてみました。はい、作り始めが9目から始めたんですね。なのでこの段階で9目になってますから、この最後の模様の15段目なんですけど、ここ最後ね、減らし目しないでいこうと思います。今このまんま、普段通り表目を編んでますね。で、ここも表目です。で、通常でしたらここで2目一度だったんですけど、しないでこのまんま弦目なしで裏側に行きたいと思います。で、16段目は、表編みを編んでガーター編みにしてきましたので、ここも同じように最後の模様の16段目も表編みをしていきました。はい、ここも同じように表編みを5目編んでいきます。編み始めもそうだったんですけど、ガーター1回で終わりましたので、こちらも合わせてここで伏せ止めにしたいと思います。表を編んで、次の目を表を編みまして、前にある目をかぶせていきます。通常はガーター編みで伏せるときって裏側の方から編みまして、表編みをして伏せていくのが普通なんですけれども、今回はですね、この後ちょっと縁編みをするときに裏から、伏せるとちょっと編み目がわからないかなっていうのと、あまり美しくなかったっていうのがありまして、表側で、伏せ目をしてみました。こんな感じで最後の伏せ目は9目になりました。はい、これで出だしと最後と目数が一緒になりました。糸の方はハサミで切っていきます。この続きは、かぎ針7号で編んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。あずきニットでした。